you
コズミックイラ71。19ヶ月にわたった地球プラント間の大戦は、ヤキンドゥへの戦いをもってようやくの終結を見た。やがて双方の合意のもと、かつての悲劇の地ユニウスセブンにて停戦条約が締結され、世界は再び安定を取り戻そうと歩み始めていく。しかし、争いの火種は完全についえてはいなかった。種の存続さえ危ぶまれた激戦は、ナチュラルとコーディネーター双方に決して言えることのない心の傷を負わせていたのである。コズミックイラ73、10月2日。この日、エルフォーに新設された軍事工廠アーモリー1では、戦後初のザフト新造艦ミネルバの進水式が予定されていた。またオーブ連合首長国代表カガリ・ユラ・アスハは、プラント最高評議会議長ギルバート・デュランダルとの極秘会談の場を持つべく、このプラントを訪れていた。そして彼女の護衛として共にプラントを訪れたアスラン・ザラは、そこで新たなる力が目覚める瞬間を目撃する。強すぎる力はまた争いを呼ぶのか、それとも争いがなくならぬから力が必要なのか。先の大戦より1年半、運命の歯車は再び若者たちを戦乱に巻き込もうとしていた。を呼ぶもの。
同じだ、ヘリオポリスト。さて、暴れるか。俺たちだってただ戦いたいわけじゃないんだ。何者なんだお前たちは。楽しいことになりそうだな。そこだ。無駄だ、諦めな。行けよ。力をなぜこんなことにしか使えない。新型を奪って一体何を。こいつ、俺たちだってただ戦いたいわけじゃないんだ。
んでこんなことを。また戦争がしたいのか、あんたたちは。殺す人。何？
これ以上思い通りに行くと思うな。攻め込むチャンスよ。一斉走者開始。前だけを見て進め。仕留める。
し行こう。つつましくな。
つも通りになる。しかもね、行くぞ。
せに足を止めるだけのことはしてみせる。効かないのなら今はまだ懺悔する時ではないの。終わらせるわ。チャンスよ。一斉走者開始。道を
ぜ。まだ敵はいるはずよ。索敵急げ。無駄な
行したらどうだい。私がみんなまとめて背負ったるけ。
の戦い方見せてあげよう。多少の怪我を恐れてはここに立てるものではありませんね。君は一体白い坊主くん。邪魔だ。やってくれる。期待が限界を迎えたか。敵対するならば誰であろうと倒すのみだ。